はい、本日はですね、5月にありました福島県の地震でですね、被災されました炭火焼豚丼のポルコさん、そのポルコさんを応援する募金を集めておりましたコスミリーさんとあずまやさんの募金の集計を僕が立ち会い人という形でお手伝いしてきました。たくさんの方々がご協力していただきましたので、たくさん集まりました。本当にありがとうございます。後日コスミリーさんから、ポルコさんに、募金をお届けするようになると思います。今日はその報告動画になります。よかったら本編の方をご覧になってください。はい、ではですね、今日はですね、地震被害に遭われたポルコさんの募金の集計の日になりました。主に頑張ってお金集めたお二人、自己紹介、じゃあこちらからお願いします。はい、アイコンに、シールを貼ってある東屋三代目です。よろしくお願いします。ね、家族思いでね、娘さんにいっぱいシール貼られてる東屋さんね。遊びながら貼ってます。はい、でそしてこちらが SNS 担当コスミリー中の人です。よろしくお願いします。はい、でこの企画は、まずコスミリーさんがね、最初に始めて、はい、でそれから広がってきた企画になります。はい、でお金の方もですね、こうお札すごいいっぱい入ってるし、これなんか相当な重さがある小銭あるので、それをこれから集計したいと思います。コスミリーさんはもともとポルコさんとご友人でね、はい、はい、でそれで被災されたのを聞いて始めたと思うんですけど、こういうの初めてやってすごい大変だったんじゃないですか。思ったより大変ですね。ねえ、でも皆さんが温かい気持ちをくださって、私もすごく温かくなって、うん、なんかポルコさんにこの思いを伝えたいなと思いました。これね、絶対喜んでくれると思うので、はいはい、その気持ち伝えましょう。はい、まあ、この募金、コスミリーさん始めたのに東屋さんがね、続く形で協力していただきましたが、その思い出とかね、ちょっとあったら最初に聞きたいなと思うんですけど。そうですね、ご近所さんで同じように商売やってる飲食店の方なんで、はい、震災に現れて、コロナ禍で、はい、まして頑張ってきた仲間として応援したいなというのが純粋な思いです。おお、素晴らしいですね。はい、インカメで今撮ってるんですけど、お二人がですね、僕のチャンネル宣伝してくれて、はい、その登録者増えた分、募金入れてくださるそうです。はいはい、すみません、チャンネルの宣伝もしていただいてありがとうございます。はい、お金入れていただいていいですか。はい、しかも僕のチャンネル登録者1人かける10円の予定で、はい、あんまり人気なくてあんまり増えなかったんですけど、400円いかないぐらいでいいはずなのに500円入れてくれるそうなんで、はい、じゃあ入れるところを、はい、じゃあ入れてもらっていいですか。はい、コスミリーさんありがとうございます。はい、皆さんありがとうございます。はい、そして登録者先生ありがとうございます。では集計していきます。はい、これが見せ場ですよ。いや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 、これ誰？匿名の方です。名乗るものじゃないです。いや、名乗るものじゃないです。これとてもいいですね。でもこれ、いや本当にこれさ、これこそ喜ぶものじゃないかな。ねえ、みんな応援してるから。今10円だけでこんなに集まってます。一束、ね、が1000円なんで、まあ後で集計します。10円の束だけ数えてみました。これすごいな。お、壮観ですね。すごいですね。これ数えるのしんどかったですね。うわ、すごい。これが軽くじ当たったような感じです。12,910円ありました。おお、すごいです。はい、おはようございます。でまだこっちもあるから、まだまだまだ集計終わってないんで、お二人頑張ってください。で、1000円とかきっとね、これお釣り5000円の束にした方がお客さん来て1万円出した時に、あ、なるほど、渡しやすいんで、このままこれ、この封筒は私からのポルコさんへの気持ちです。心から個人的な募金もね、そうですね、はい、これをお渡ししてくれるということで、はい、じゃあこれをお願いします。お願いします。お預かりします。はい、これが東屋さんの分と。お金の集金が終わりました。はい、先ほど東屋さんの、まあ、個人的に持ってきていただいた募金と、
あとここにあるお金の集計と、あとコスミリーさんがねちょっと先に届けていただいたお金もありまして、今回ですねあのお二人が頑張って集めたお金、皆さんのご協力あってのお金なんですが、合計金額の発表したいと思います。わーじゃん、はい、今回募金で集めた金額が12万3,004円ってことです。おいやいやありがとうございます。でこれでね、あの声を大にして言いたいのは、あのポルコさんが大変だからね、あの使っていただきたいと、引っ越し代だとか営業に使っていただきたいし、あとポルコさんもねずっと気が張ってると大変だと思うんで、まあ美味しいものを食べに行くのにも使っていいよとはね、そういう気持ちで、軽い気持ちで使っていただければね、若干こう両替が大変なところありますあの楽しいことと、あと営業に向けて使っていただければと思います。そんなんでいいですか。はい、ね、はい、お二人本当にあの募金活動をね、あの呼びかけ大変でした。そしてご協力いただいた皆さん、そしてお二人本当にありがとうございました。なんか言っとくことあります？ポルコさん頑張って。ポルコさん頑張って。はい、というわけでポルコさんの営業をね、また通常営業を皆さん、僕たちもね心待ちにしております。はい、ポルコさんこれでお金お渡しに、コスミリーさんが行きますので、はい、お店頑張ってね。食べに行きます。はい、あと皆さん本当にありがとうございました。なんかこの作業がメインみたいな。